あ、無数の商品がついたり消えたりしている。おい、どうした急に。昔使ってた懐かしい商品がね、消えたり復活したりしてるの見て、感慨に浸ってたのよ。なるほどな。そんなの昭和生まれだと、もう数えきれないほど経験してることだぜ。わかってはいるんだけどね。今日紹介するのも、昭和50年代後半に人気があった、商品や番組だしな。当然、消えてるものが多いわよね。残ってるものもあるが、消えてるものもあるって感じだ。乗車必須なのか。まずは商品シリーズ。テンポよくいろいろ紹介するぜ。よし、聞こう。まず一つ目は、ニューホライゾンだ。あれ、英語の教科書じゃない？お、よく知ってるな。平成でも中学で普通に使ってたからね。バージョンは違うだろうけど。幅広い世代で馴染みがあるよな。1966年に、最初の英語の教科書ができて以降、いろんな教科書が登場した。そのうちの一つってことね。東京書籍というところが出してる。特徴は、1から3学年のシリーズを通して、共通の登場人物が出てくる、ストーリー仕立てのものだ。私の頃はグリーン先生が出てきたわね。今はなんか、エレン・ベイカーとかいう、可愛い先生になってるぜ。ニューホライゾンは、初版が1966年から、1968年、昭和50年代で言うと、第5版と第6版、第7版が使われてるな。英語の教科書ができた時から使われてるのね。由緒ある英語の教科書というわけだ。二つ目は、なめ猫。なめ猫？1980年代初頭の名古屋で生まれて流行した、暴走族風の格好をした、猫のキャラクター企画だぜ。生きてるけど、かわいい。本物の子猫に衣装を着せて座らせ、直立して見えるように撮ったものが、企画の最初だったな。そこからいろんな商品が出てきたんだ。どうしてなめ猫って名前なの？正式名称、全日本某猫連合なめんなよ、と言うんだが、そこから略されてなめ猫になった。なるほどね。初代のグッズはポスターが600万枚、ブロマイドは1200万枚も売り上げたそうだぜ。ブロマイドの方は、自動車免許証風になってて、グッズとしてクオリティが高いんだ。確かに、これは欲しいかも。他にも文房具になったり写真集が出たり、ゲームになったりもした。ゲーム？ゲームは2016年頃だけどな。え、そんなに続いてたの？知らなかったんだけど。じゃあ、今は？動物愛護団体などから、猫への虐待を疑う声が多く寄せられたのと、プロデューサーが多忙になったことから、終了してしまったぜ。虐待、どうだったんだろうね。本当に直立させたなら問題あるだろうが、実際は直立に見えるように仕掛けていただけだからな。虐待と断ずるほどの過酷さはなかったんじゃないかと、私は思ってるぜ。むしろ、多忙だから終わったというのが本当のところなのかもね。かもな。三つ目は、スーパーレモンだ。レモン？ノーベルから出てるキャンディーだぜ。コミック風で面白いパッケージね。1985年に発売されてな、当時は刺激のある飴があまりなかったから、革新的だと話題になったんだ。今では珍しくなくなったわね。キャンディーの表面に、馴染みのあるパウダーがまぶされてるんだがな。グミとかにも使われたりしてるよね。これがすごく酸っぱい。眠気覚ましキャンディーと呼ばれることもあったくらい、酸っぱい。とにかく酸っぱいということは伝わった。だけど酸っぱいのは表面だけで、そこが終わったら、甘いレモンになるんだ。そして最後も酸っぱいレモンキャンディーになり、3段階に味が変わる。おお、一度で3度美味しい。だから人気だったんだろうな。それにしても、どれだけ酸っぱいのか気になるわ。また買ってきてやるよ。ということは、今も売られてるのね。ああ、現代はスーパーコーラやスーパーサイダーなど、味のバリエーションも増えてるぜ。刺激のある粉と、炭酸系の味は相性いいよね。炭酸の刺激感を再現できるからな。四つ目は、ゲーム&ウォッチだ。お、任天堂のやつじゃない。昭和55年発売の、任天堂の携帯型液晶ゲーム機だな。一つのハードに一つのソフトが入っていて、第一作目はボールだった。お手玉みたいなやつだったよね。ゲームをしていない間は時計として機能することから、ゲーム&ウォッチという商品名になったんだ。後にアラームもついてた気がするわ。他にもいろいろ発売して、大人気アーケードゲームのドンキーコングの移植版なんかも、最終的には出されたぜ。今も任天堂の、各 IP の周年記念とかで特別版出たりするよね。2021年、11月12日には、ゼルダの伝説のゲーム&ウォッチが出るな。5つ目は、ドンジャラだ。これは知ってる。昭和55年に元祖が発売された、麻雀に似たテーブルゲームだな。そもそもなんで麻雀なんだろう？子供にやらせるのに適切なのかな？1985
1960年代後半から70年代前半に第二次麻雀ブームがあったんだ。ブームがあったのはなんとなく知ってるけどさ。だけどルールや牌が複雑、賭博性が強い、子供に悪影響という理由から麻雀を敬遠する声も多かった。あ、そこで擬似的な麻雀ゲームを作ったのね。だと言われてるぜ。まず玩具会社のアノアがボンジャンという疑似麻雀ゲームを発売した。それをアレンジしたのがドンジャラか。当時の玩具会社ポピーがな、今のバンダイよね。いろいろなキャラ版権を使っているが、記念すべき最初に採用されたのはドラえもんだ。子供に人気だもんね。ドンジャラがきっかけで麻雀にハマったという人もこのくらいの世代には多いんじゃないかな。マリサもその一人だったりして。聞く。6つ目はキャビンだ。これはタバコ？ JT が昭和53年に発売した銘柄だな。昭和50年代後半にもなると、すっかり定番として定着してた。どういう銘柄なの？チョコ風味のフレーバーをメインで着光に使って、隠し味としてラム酒を使ってる。そうなの？タバコは着光によって味や風味を変えるんだが、チョコ風味は当時珍しくてな。おまけにハイライトでもおなじみのラムフレーバーもあって、結構人気になったんだ。それで、美味しいの？初代を吸ったことはないが、リニューアル版を吸った感じでは。ゆっくり吸うと、ほのかな甘みと、ラムの風味が感じられて美味しかったぜ。タバコって、ゆっくり吸うと味を感じやすいのよね。強く早く吸うと、辛みばかりなんだよな。知識としてはあるわ。あと、キャビンは記念品も人気だったぜ。記念品、ライターとか？それもあるが、カセットテープケースとかいろいろあったな。結構かっこいいわねこれ。赤字に白文字がかっこいいんだよな。タバコのパッケージもこんな感じのデザインで、赤キャビンと言われたりもしてたぜ。赤キャビンってことは、普通のキャビンもあるのね。他は白いパッケージだったな。赤キャビンは1983年7月に出た、キャビン85マイルドだ。確かに、このケースにも85って書いてあるね。その後、スーパーマイルドが出たり、ソフトからボックスになったり紆余曲折があったんだが、2016年11月上旬に、名前をインストンキャビンレッドにしたんだ。ウィンストンって別になかった？ブランドが統合された感じだな。今はもうキャビンブランドは消えてるし、今後販売される予定もないそうだ。ウィンストンになって何か変わったりは？パッケージが変わったのと、味も少し変わったな。甘みはあるんだが、前より香ばしさが押し出される感じになった。7つ目は、エースコックの力うどん。力うどん？力うどんは、餅の入ったうどんのことだ。それをインスタントで出してたのね。そうそう。1981年に発売したんだが、今でもたびたび、販売されては消えを繰り返してるぜ。繰り返してるのね。ただ、今は富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重、静岡を中心として販売してるから。東京や大阪ではあまり見かけないかもな。ぐぬぬ、食べたいな。当時からしっかりとした食感の餅に、ふっくらとしたお揚げなどが人気だったぜ。ああ、美味しそう。8つ目は、ビニ本自販機。ビニ本自販機。ビニ本は、1970年代末から、1980年代にかけてブームになったエロ本だ。つまり、エロ本の自販機よね。そうそう。ビニ本は、1960年代末頃から、大人のおもちゃを扱ってる店で流通してた、グラフ誌というエロ雑誌にルーツがあるらしい。当時からビニールに包まれてたの？もちろん。そこからビニ本が出てきたわけだが、発祥は、神田神保町の、芳賀書店だと言われてるぜ。大人の書店だね。そして大人気になって、いろんなところがビニ本を出版して、そして、自販機にまで置かれるようになったんだ。よくよく考えると、エロ本が自販機にあるってとんでもないわね。だが、裏本という非合法な過激なエロ本が出たり、アダルトビデオが普及したり、徐々にビニ本に向かい風が吹く。それで衰退したのね。拍車をかけたのは、裏本を流用し始めたことだな。ああ、流用はちょっとね。しかも1985年に、新風営法が施行されて規制が厳しくなったからな。1987年頃には、もう作られなくなったぜ。ただ、今ではエロ本が普通にコンビニでも買えるし、これはこれでって感じね。9つ目は、カセットビジョン。ゲーム機だったっけ？エポック社が、1981年7月30日に発売した、カセット式のゲーム機だな。ふむふむ。当時はカセット式のゲーム機は、本体価格5万円くらいだったんだが、カセットビジョンは1万2000円。安っ？ AC アダプタは別売りだが、アダプタも1500円だしな。同梱版は？アダプタ同梱版は、13500円で、後に出たぜ。別々で買うのと同じ値段ね。不公平感がなくていいよな。
ゲーム機本体に、コントロールレバーとボタン、ダイヤルコントローラーがあって、2プレイヤーで楽しめる。そっか、コントローラーは別じゃなくて本体にあるのね。だからテーブルの上に置いてやってたな。床だと腰言わしちゃうわよ。中には、床に置いてやってたという子も普通にいたけどな。カセットはどんなのがあったの？人気だったのは、ギャラクシアン、モンスターマンション、ベースボールあたりかな。どういうゲーム？ギャラクシアンは、シューティングだな。モンスターマンションは、ドンキーコングみたいな感じだぜ。マジで簡素なドンキーコングだ。今にして思えば、ドットはかなり荒いんだよな。2年後にファミコンが出た時は驚いたもんだ。確かに、これを経験した後なら驚くわ。10個目は、データバンクだ。これはどういうものなの？簡単に言えば、電子手帳だな。昭和50年代後半に？見た目はボタンがいっぱいついた腕時計。時計機能に、電話番号、メールアドレスを記録しておく、メモリー機能がついてるんだ。それは便利ね。機種によっては電子メモ機能、スケジュール機能、URL メモ機能などがあったぜ。おお、かなり良さげ。見た目もどことなく可愛いんだよな。最近、レトロがフィーチャーされてるし、出たらまた流行りそうね。Amazon 見てみ、まだあるぜ。本当だ、まだある。1983年に最初のモデルが出て、1984年以降ブームになって。ブームが終わった後も、実は毎年新モデルを発売したり、海外専用モデルを出したりしてるんだぜ。Amazon 見たら、逆輸入品って書いてるわね。日本のメーカーが海外に輸出したモデルを、今度は日本に輸入してるって感じだな。今でも売れてるのかな？映画ファンに人気だったりするぜ。どうして？ダークナイトのジョーカーが使ってたり、バックトゥーザフューチャーが、モデル違いのを使ってたりするからな。確かに、映画の人物が使ってたアイテムを揃えたい人にとっては、お宝ね。ちなみに、私は今買った。買ったのかよ。商品系はこれで最後にするか。最後は、カシオのゲーム電卓だ。何それ面白そう。メーカーは、またカシオだぜ。みんな大好きカシオ。1980年8月に、1号機にあたる MG880 が発売され、そこから、ゲーム機能を内蔵した電卓がシリーズとして販売されたんだ。どんなゲームがあったの？初代は、デジタルインベーダー。ということは、シューティング？電卓の数字を磁気に見立てて、数字を表示させるためのハイフンを、ビーム砲台に見立ててたな。そういく風ね。そして、数字と UFO が書かれていて、撃ち落とすたびに300点入るんだ。そのスコアを競うわけね。他にも、ボクシング、ベースボールなどが出たぜ。どうやって操作するの？ゲームキー、エイムキー、ファイアキーなどがあってな。それを押すのね。エイムを押して、デジタルインベーダーと自陣の数字を合わせて、ファイアを押せば撃墜だ。おお、すごく電卓っぽい遊び方。ちなみに、今はもうないんだが、2018年には復刻されてたぜ。ちょうどファミコンミニとかあったし、復刻ゲームブームに乗った感じなのかな。続いて、テレビ番組シリーズ。イエーイ。まずは、8時だよ、全員集合だ。名前は知ってる。1969年10月から、1985年9月まで放送された番組だな。ザ・ドリフターズの面々が、いろいろなコントなどをする番組だぜ。ドリフといえば、この番組ってイメージあるよね。たまに事前収録放送があるが、基本生放送。生放送だったの？どういうコントがあったの？ネットでもネタにされてる、志村後ろとか。イカリア長介が音楽ランキングを紹介しようとするも、毎回1位でオチをつけるベスト100とか。面白そう。集計ができてないなどの理由をつけてな、ベスト100と言いつつ2位まで飛ばすんだ。いつも集計できてないじゃないか、ってテレビの前で突っ込みそう。番組内のコントは、そうやって視聴者が突っ込みを入れられるものが多かったな。志村後郎もそうよね。他にもゲストの歌、少年少女合唱隊とか色々あったぜ。音楽もやってたのね。合唱隊に関しては、徐々に脱線してコントになっていくんだがな。ゲストの歌だけは、しっかりと聞かせてた。そこのラインは大事よね。ゲストに歌わせておいて脱線させるのは失礼だし。面白いコーナーとコントで大人気だったが、他の人気番組の台頭などいろんな影響があって、終わってしまったんだ。今はもう無理なのかな。ドリフの皆さんも結構な歳なのと、メンバー全員が揃うことはもうないのと。時代が変わりすぎてるのとが理由で、無理だろうぜ。残念だわ。次は、なるほど、ザワールドだ。これはどういう番組？バラエティ？クイズ番組だぜ。あ、だからなるほどなのね。形式は気候クイズといって、各地に取材に行ってクイズを出すという感じだ。世界不思議発見みたいな？なるほどザワールドは、日本だけどな。
日本で意外に知られていない話題を、現地の取材によるレポートとクイズ形式で紹介して、なるほどと言わせるという節がある。日本か。今はネットもあるし、日本の謎って言っても難しいかもね。ネットも普及しておらず、自分が住んでいる場所以外のことは、深く知らないという時代だからこそ、成り立った番組だな。番組の魅力は、やっぱりロケ？ロケとクイズが地続きなところだな。見たことある場所だ、というのと、知らない情報とのギャップが楽しめる。場合によっては、全く知らない場所も知れそうだしね。他にも、番組キャラクターが魅力的だった。どういうキャラクター？マジックを見せてくれるトランプマン。初期は優勝者が決定した後の、海外旅行をかけたゲームだけに出てきたんだが、徐々に出番を増やし、番組に欠かせないキャラクターになったんだ。ロケにクイズにマジックに、すごく詰め込んでるわね。このごちゃ混ぜ感も、昭和テレビの魅力だぜ。三つ目の番組は、タノキン全力投球だ。今度はどういう番組？タノキンとリオがコント、歌、クイズ、ドラマなんかをする番組だな。本当にごちゃ混ぜだ。同世代の女性アイドルが毎回ゲストとして出て、ゲームをしたりもしてたな。バラエティ番組やみんなでセットみたいな感じね。あの松田聖子も、ほぼ全部のコントに出てたぜ。意外、コントとかやるんだ。コメディ適性が高いのが、この番組で明るみになったな。そうだったのね。アイドルって最終的には、バラエティ番組に行き着くことが多いから、コメディ適性は大事なんだ。そういえば、松本伊代とかもそうよね。松本伊代もこの番組に出てたしな。そうなの？この番組のドラマコーナーでデビューしたんだ。バラエティ番組からって、異色ね。だからこそ、あの人は未だにバラエティで重宝されてるんだろうぜ。あと、この番組は当初、木曜ゴールデンの30分番組だったんだが、放送開始1年半後に、日曜12時枠に移動したぜ。時間は伸びたりしたの？ 1 時間に拡大してた。出世って言っていいのかな？ホール会場で番組公開してたし、出世なんじゃないかな。だが、それから1年で終わってしまったんだ。夜やってたのが昼になると色々あるだろうし、仕方がないのかな。そうかもしれないな。というところで、今回はここで終わりだぜ。いろんな商品や番組があるんだな。生まれては消え、中には長年残るものもある。実は、平成生まれが普通に使ってるものも、昭和から残ってるものかもしれないな。そして、いつの時代も関係なく、消えた商品や番組はノスタルジーとして、いつまでも語り継がれるわけね。まだまだ語りきれていないものもあるから、そこはコメント欄で、こういうのがあるよ、と盛り上がってくれると嬉しいぜ。よければ、チャンネル登録やコメント、評価もしてくれると嬉しいわ。ご視聴、ありがとうございました。